今回は魔法石10個フェス原ガチャを引いていくぞ。この画面下に書いてあるやつだね。パズドラ5周年記念のイベントだ。せっかくのめでたいイベントなんだから、思い切りガチャを引こうではないか。思い切り引くって、どれくらい引くつもりなの？ふふ。驚くなよ。今回は5周年記念ということでだ。なんと、5万円分のガチャを引きます。いや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 、さすがに課金しすぎでしょ。嘘です。びっくりさせないでよ。5周年記念なので5に関係する数で何かやろうと思ったけど、さすがに5万円は多すぎます。ってことで僕考えました。5周年記念だから、5分の1だ。はぁ？つまりですね、5周年だから5万円。そして5周年だから5分の1。ってことで1万円課金したいと思います。それ5周年関係ないよね。その考え方だと、5じゃない別の数字入れても絶対1になるじゃん。ごちゃごちゃうるさい。唐突に始めるな。魔法石176個あるから17回引けるぞ。まずは緑ソニアちゃんの登場でございます。ソニアの中で一番可愛いと思います。水着緑ソニアちゃんも欲しいな。サンタとハロウィンソニアちゃんは持っているが。欲張りだな。ズオーパパだ。パパ？僕が好んで使っているロミアちゃんを育てたのがズオーなんだってさ。ロミアちゃんはズオーをお父様と呼んでいるらしい。サリアちゃんだ。これはありがたい。よく使っているよね。メインで使うだけでなく、アシストキャラとしても欲しかったんだ。シャインフレアリング超有能。緑のうるせえやつじゃねえか。ひどい言い方だな。こいつ何体出てくんだよ。もうすでに3、4体撃ったぞ。でもロノウェって強いんじゃないの？強いよ。確か人気のリーダーキャラだったと思う。だがこんなにたくさんいらないよ。わかったよ。売らずに残しておいてやるよ。これはロノウェを使えってことなんだろ？ボックスに残しておいて見るたびに恨んでやる。ひどい負の感情だな。パパー。いや意味わからん。こんにちはお父様。またお会いしましたね。でもたくさんはいらないんでもう出なくていいですよ。てか魔法石の減りが早い。そりゃあいつもの2倍だもんねー。あんまタイプじゃないお姉さんが出た。進化するとなんか怖いんだよなー。まあ、悪魔だからねー。悪魔でも可愛い子はいるんだぞ。可愛い悪魔なら大歓迎なんだがね。一度くらいサキュバスに襲われてみたい。ほら。パパー。なんなのよそのネタは。もうズオーパパが4体もいる。ズオー戦隊完成直前まで来てしまった。でもパパレンジャーは現在必要としておりません。またあんたか。あ、スミレッチだ。おかえりなさい。おかえりなさい。ずっと前やたらスミレッチを引きまくったことがあったんだ。でも売っちゃったんだよね。その後進化で強くなることが発表されて、売ったことを悔やんだよ。だから戻ってきてくれたらいいなって思っていたんだ。ダイヤ卵でないな。緑おじさんだ。いや、他の色の人出てくださいな。まだ赤おじさんも青おじさんも持ってないです。っていうかおじさんじゃなくて女の子出てきてくださいよ。じゃないと欲求不満で緑にセクハラしそうです。やめてよ。もう魔法石が少ない。おお。きたー。きた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 ー。風神ちゃんだー。風神ちゃん、欲しかったんだ。風神ちゃん。このスキルは戦法を大幅に変えることができそうだよね。風神ちゃん可愛いよ。そのちょっとトゲトゲしい見た目。スキル、暴乱の風体。それに対し柔和な乳袋。さっきから気持ち悪いよ。どうした？
嫉妬しているのか。なんでそうなるのよ。もうね、風神ちゃんが出たから全てが許された。男ばっかりで正直げんなりしていたがね。パパパパが5人になった。パパパーティー作れるよ。なぜこんなに像が出る？僕がロミアを5人持っているからか？こいつは飛んだ需要参観だ。ですね。もうフェスゲンガチャを引くのはやめようと思います。引いたところでまた像が出てくるというオチで終わる気がします。もう風神ちゃん出たから戦略的撤退をすべきだ。残った魔法石でこっちのレアガチャを引きましょう。フェスゲンキャラ以外のキャラも欲しいからね。それに引く回数が多い方が女の子が出る確率が高そう。フェスゲンガチャの方が強いキャラが出やすいと思うけどね。僕は強さだけで判断するようなバカな男じゃないんだぞ。複数の判断基準を設けて総合的に考えるというのがだなぁ。男じゃねえか。可愛さだけで判断してるくせに。今の忍者に関してはノーコメントだ。くの一だったら話は別だがな。アルテミスちゃんだ。これは嬉しいぞ。もうすでに何人か持っているけど、かぶっちゃっても全然 OK だよ。イモムシはいらないです。ドラゴンなんだけどね。だが存在感はイモムシ程度だ。男の忍者はいらん。くの一じゃないとダメだ。くの一ってすごいテク持ってそうだよね。くの一の秘術体験してみたいね。ほんと呆れる。バスケとニャンダー、これはめっちゃ嬉しい。二人目が欲しかったんだよ。転生バステトってめっちゃ強いじゃん。でもね、その進化前の覚醒バステトの方が見た目が好きでね、ずっと進化させずにいたんだ。でもこれで転生、覚醒バステト両方を使うことができるね。いやーありがたいありがたい。おもちゃ屋さんに売ってそうなのが出た。ダイヤ来ました。またアルテミスちゃん、かぶっても全然 OK だよ。連続ダイヤ来た。出ますねー。アルテミスちゃん、これアルテミス全体作れるぞ。今日は同じキャラよく出るねー。ラスト1回だ。結構女の子に恵まれたぞ。最後もビシッと決めてくれよ。銀でした。ええんちゃうか？これにて今回のガチャは終了。やはり魔法石10個ガチャというのは厳しいもんですなぁ。あっという間に魔法石が消えていく。果たしていつもの2倍の魔法石を使うほど価値はあったのか。わからん。まあでも、今回はいいじゃないか。5周年記念というめでたいイベントだし。とにかく風神ちゃんが出てきてくれてよかった。さらにバステトニャンとアルテミスちゃんもゲットできたから、今回は満足したよ。さて、次は雷神ちゃんだな。セクシーで可愛い風神雷神をセットで使ってみたいもんだ。よかったらチャンネル登録してねー。よくなくてもチャンネル登録してねー。何が何でもチャンネル登録してねー。大丈夫。この声を聞いていると登録したくなってくるから。
ほら、あなたは登録する。やめなさい。